皆さんこんにちは。美人すぎる元卓球選手の石川佳純さん。石川佳純が結婚間近と言われる中国人彼氏の正体と引退後の現在の職業や年収額について紹介します。まずは石川佳純さんの経歴とプロフィールから紹介します。石川佳純は山口県山口市出身の元卓球選手です。愛称はかすみんです。身長157cm、体重 49kg、 血液型 O 型です。左利きです。両面裏ソフトドライブ主戦型です。 ITTF 世界ランキング最高位は3位、段級位は9段です。 T リーグは木下アビエル神奈川所属にしており、背番号は7でありました。ロンドン五輪、リオデジャネイロ五輪、東京五輪日本代表。2023年5月1日現役引退を表明します。1993年2月23日山口県山口市に生まれます。両親はともに元卓球選手で、福岡大学卓球部の同期です。卒業後、父は日卓クラブ、母は福岡日産自動車で結婚まで選手として活動していたが、父の転勤で山口県に移住、父は同地のクラブに移籍、母も出産後活動を再開し、国体の山口県代表となりました。母が指導する山口ジュニアクラブで腕を磨き、土日は毎週のように各地で開かれる大会に参加し、大人相手に実戦経験を積んです。小学校6年で出場した2005年1月の全日本卓球選手権女子シングルスでは、高校生と大学生を破り3回戦に進出し、愛ちゃん2世として話題になりました。2005年4月に大阪の四天王寺葉引岡中学校へ進学し、福原愛がかつて在籍したミキハウス JSC 卓球部に所属してチームメイトと寮生活します。2006年の全日本選手権では5回戦まで進出して、同年春に日本代表候補入りしました。中学2年で出場した2007年1月の全日本卓球選手権大会では、6回戦で高校生の石垣ゆかを4対0で破り、福原愛以来となる中学生でのベスト8進出です。13歳11ヶ月での8強入りは、福原の13歳1ヶ月に次ぐ史上2位の年少記録でした。準々決勝で社会人の日浦玲子を4対3で破り、史上最年少でのベスト4入りしました。昨年現役引退を発表した卓球の石川佳純が、第57回テレビ朝日ビッグスポーツ賞のビッグスポーツ特別功労賞に輝き、12日都内で行われた授賞式に出席しました。同賞は日本オリンピック委員会とテレビ朝日が、前年のスポーツ界で優れた成績を残した個人や団体を表彰します。石川は23年間の選手生活だったんですけれど、最後まで思い切りプレーをすることができて、本当にたくさんの方に支えていただいて、充実した選手生活を過ごせましたと晴れやかな表情。引退してから改めて現役時代を振り返り、あっという間のような、長かったような、いろいろな経験をさせていただいて、本当に成長できた時間でしたと語りました。現在は47都道府県を回り、卓球教室を開いているという石川。教える側となり、プライベートも充実してきたといい、美味しいものをたくさん食べることができるようになったので、年末年始は美味しいものをたくさん食べて、ちょっと太っちゃったんですけど、充実した日々を過ごしています、と明かしていました。最後にパリ五輪をかけた卓球の全日本選手権に出場する後輩たちへ、本当に狭き門であり、厳しい戦いではあるんですけど、選手全員が悔いのないように、やりきったと思えるようなプレーをしてほしいですし、パリでの日本代表の選手を心から応援したいと思いますとエールを送りました。石川佳純さんが選手引退をされる前からも、熱愛彼氏の存在は気になるところでしたが、第二のキャリアや結婚なんかもあり得るという時期にもなったことから、ますます彼氏の存在が気になるところです。卓球家族で、ご両親も元卓球選手ですから、卓球つながりで結婚となれば喜ばれるのかなと勝手に憶測しちゃったりします。卓球エリートなので、卓球選手が相手なら親公認の彼氏になれちゃいそうな気がします。世界を股にかけて活躍されていた石川佳純さんですから、
親公認の彼氏候補は日本人だけとは限りません。石川佳純さんには婚約相手がいるのでは。そんな婚約者の存在が選手引退の後押しになったのでは、なんていう質問は引退会見では出なかったようですが、もしも石川佳純さんに婚約者がいるのであれば、今年最大のハッピーニュース間違いなしです。婚約者の存在どころか彼氏の存在すら今は真実をつかめていません。婚約相手がもしできたのであれば、次に石川佳純さんを待っているのはもちろん結婚です。2021年の28歳当時、テレビ出演をした際には結婚願望がない、風に見られることが多いという話の流れから、本当に結婚願望がないのか問われ、ありますありますと回答されているので、いつかは結婚されることでしょう。同番組で好きなタイプは優しくて誠実な人と煽っているので、きっとそんな相手が彼氏、婚約者、結婚相手になられるんだと思います。石川さんのことを調べると、婚約破棄や大谷翔平というキーワードが浮上してきます。もしかしたら5月の引退を受けて、引退するってことは結婚、引退会見すごく綺麗になっていたから結婚するのかなと勘ぐっていた人たちが、結婚する気配のない雰囲気から婚約破棄になったのと心配したのかもしれません。どちらにせよ、石川さん本人はそのような事情を公表していないので、噂は信じずにこれからの活躍を見守っていきましょう。2014年5月5日に石川佳純さんが受けたインタビューの発言で、馬龍さんとの熱愛説が浮上。そのインタビューで、石川佳純さんはダブルスで組んでみたい選手として馬龍さんの名前を挙げたのです。馬龍選手といえば当時世界ランク2位だった選手で、そんな選手の名前が出たことで会場がどよめきました。石川佳純さんが馬龍選手のことを尊敬していることは以前から周知の中で、その尊敬が恋心になったのではないかと言われています。またそんな馬龍さんは2016年8月11日のリオオリンピックで勝利した際、手でハートマークを披露します。この姿を見たメディアからは、石川佳純さんだったのではないかと思われたのですが、その後馬龍さんは彼女に向けたメッセージではないと否定、実際のところは頑張った自分に対するねぎらいのポーズだったそうです。さらに馬龍さんは2016年10月14日のインスタグラムに恋人との2ショットを投稿します。この瞬間、石川佳純さんと馬龍さんの熱愛説はデマだったことが確定です。こちらも同じく中国卓球選手の周さんです。2人の熱愛説が浮上したのは写真がきっかけでした。2ショット写真ではないのですが、2人の距離が近い美男美女でお似合いなどの声が多数上がったことで熱愛説が浮上。しかも卓球関係者から石川佳純と周が交際期間が長いという情報も。しかし2人が交際している事実は確認できず、報道も一切ないことからデマだった可能性が高そうです。周選手は今のところ結婚したという情報はないようです。石川佳純さんの推定年収はなんと1億8000万円ほどと言われています。女性アスリートの中では2024年の調査によるとベスト4です。卓球の試合の賞金だけではなさそうですので、調査してみました。2018年の T リーグより卓球界に旋風が巻き起こり、地味だった卓球界が顔取りじしく変わりました。それまでは一般サラリーマンと変わらず月給が約20万円から30万円ほどだったそうなんです。よく水谷選手が卓球界を変えるんだ、今のままではいけないと力説していたのを思い出します。彼だけの思いだけではないでしょうが、卓球界が大きく変わったのは皆さんも肌で感じ取って見えることでしょう。テレビでも試合中継は昔に比べて大きく取り上げられるように変わりました。また有名な選手もたくさん日本から輩出されました。卓球選手が試合だけでなくテレビのバラエティ番組に出ることも増えました。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。